ニュージーンズ、ニュージーンズのファンダム連合がハイブ、ハイブ、社屋前でトラック及びキントムライ花輪デモを行う。写真、ライブでハイブに要求をしているニュージーンズメンバーたち。23日、ニュージーンズファンダム連合、ニュージーンズギャラリー、チームバーニーズ、チームグローバルトッキーズなどはこの日から25日までの3日間、9時から18時、ソウル達山、43、 ハイブ社屋前でトラック及び金ントムライ花輪デモに突入すると明らかにした。立山ハイブ社屋を経てトワンファムン、トワンファムン、広場、広大入り口、ホンデープク,ク、駅、ククエビサ駅を経由して再びハイブに戻る方向でデモが行われる予定だ。ファンダム連合は、ハイブがマルチレーベル、独立レーベル体制を施行すると評榜しながら参加レーベルの独立性と自立性を侵害し、アドは アドは、民肥人代表体制を傷つけようとしている理由は何か。また、株主間契約にも違反し、裁判所の決定も無視しながら民肥人代表を追い出そうとする理由は何かとパン・氏局ョ部議長とハイブ経営陣に迫った。続いて、デビューから3つ2年が過ぎたばかりのニュージーンズメンバーも本人のキャリアをかけて出てきて立場を明らかにしたのに。 大企業のトップとして今までハイブ経営陣の背後に隠れて、ハイブの立場だけを書き写すメディアの背後に隠れて、傍観ばかりしていることを恥ずかしいとは思わないのかと一括した。合わせて、事態をここまで複雑にしたのはハイブの責任だ。ニュージーンズのメンバーはライブ放送を通じてハイブと戦わないでやっていける方法についてはっきりと立場を明らかにした。 そろそろパン氏局議長が直接出てきて任ジ人代表の復帰とアドアの正常化に対する立場を明らかにして解決しろ、と要求した。一方、ニュージーンズのメンバー5人、民事派に、ダニエル、ヘリン、ヘインは11日、YouTube、YouTube ライブ配信を通じて、任ジ人氏が代表として残り、経営とプロデューシングが統合された形のアドアとして、 25日までに正常化してほしいとハイブに対して最後通告を突きつけた。